こんにちは、ガーデンの宮本でございます。今日はようこそ。ガーデンでおすすめの鉢は北欧のポットです、ね、なんか主張はしてないんだけれども、とってもシックで、植物を素敵に見せてくれます。これは、デンマークの鉢でビーグリーンっていうブランドの鉢なんですね。だから、まあ、日本の瓦の色みたいな、ね、感じですけど、多分日本のお空とかの色とか空気の色とかにもぴったりじゃないかなと思います。はい、球根に囲まれちゃってるけど、これもビーグリーンのデンマークの鉢なのね。これはなんか私、和風の庭でも似合うなと思って仕入れていますが、まあ、洋風の庭も本当にかっこよくて、これにグラスを入れて、デンマークのガルビーさんは飾ってて、まあ、そこの庭に行って私はもう惚れ惚れしちゃってこれを輸入することになったのね。植木鉢って大体がお花を入れるものっていうのが日本人の、まあ、一般的な認識だと思うんですが、私はグリーンが主でやっぱり入れた中にお花があった方がいいと思うので、で特に、まあ、グリーン、同じグリーンでもこういうふうに、これまん丸ですごい可愛いので、こういうまん丸とかっていう、これツゲですけど、これを入れて1個じゃなくてシンメトリーに置くとか、あとはポンポンポンって置いていってリズムをお庭につけるとかっていう、そういう使い方をするとお庭がとってもおしゃれに見えます。これも、デンマークのピンクリーンの鉢なんだけど、これちっちゃい子もすごい可愛い形もね。で、これにまたお花っていうよりは、まあ、シルバープランツをこう入れていくのもとっても鉢の色にお似合いです。で、こうシルバーコーナーって作るのも一つのお庭の作り方だと思います。で、同じシルバーでもふわふわした子、グラスのように風に揺れる子、いろいろシルバーでもあるので、いろんなタイプのシルバーの葉っぱの子を、こうやって鉢植えにして、でスタイリングしていくととってもおしゃれなコーナーができます。はい、お庭をおしゃれに見せるコツは、まあ、花もあるんだけれども、リーフにあります。で、私が好きなのはこういう銅葉っていうのね、スモーなんかスモークツリーもそうなんだけれども銅葉を選んでるんですけど、これとシルバー色の葉っぱなので、シルバー×銅葉のこのスモーキーな感じが大好きで合わせています。葉っぱの大きさもね、いろいろな、もう本当に集めた方がよくて、でこれはユーパトリウムチョコレートって言ってチョコレート色なのね。で、軸まで茶色、このね、軸もお庭の中でコーディネートするときの大切なポイントです。この子も赤いよね。はい、でシルバーの子はシルバーだったり、まあ中が緑の子もいろいろいますけども、いろんな葉っぱの形とか大きさとか、そして葉っぱの色が大事です。抱えたいね、こうやって。かわいい、かわいい、とってもかわいい。昨日雨降ったからみんな頭の重そうな感じ、うん、これ先生何ですか？先生とかって、これはマムね、はい、日本じゃ菊でもね、この色だととっても素敵よね。さっとポットに入れてお庭に置いたら、じゃあ寄せ植えとかじゃなくてもガサって一種類でバンって植えてあげるのがかわいい、かわいいと思う。お花が生きてくるよね、うん、常にこういうポットの中にグリーンを茂らせています。これはグリーンの寄せ植えね。でも時々花は咲くの、時々どの子が花咲くけど常緑
で、まあ、軒の下だから常緑っていうのもあるんですけど、でこうやって置いといて、で季節の花は、植え込みをしないでこのお花屋さんで買ってきたポットのまんま差し込む。もう置くだけですか？置くだけよ。簡単。変わってるみたいに見えるでしょ？見える。誰も気がつかないと思うのポットも隠れちゃうから素敵。しないといけないけど、もう飽きてきた感じになったりね。すごい。これがモノグサガーデンですか？イージーガーデン、ね、イージーガーデン、イージーガーデン、言葉を早めそうかなと。寄せ植えしなくても苦手な人は作るのが、うん、何に合わせていいか分かんないよね。植え方もで植えたらなんか違うものになったりするし、その人はもう一色植えで一つの花をポイントにした方がいいんじゃないかな。春を楽しみに今から球根を選んで植え付けをするんだけれども、ここにあるのはガーデンズのセレクトしたチューリップのカラーだけです。これ以外はホームセンターで買ってくださいねっていう感じで、今年のおすすめはラベルエポック、ね、おしゃれな名前ですね。なんかすごいアンティークカラーのチューリップらしくて、北欧の人がとっても好んで植えてるので、それを見つけて、ああ日本にもね、用意ができるって思って今年はこれが一押しです。あとはガーデンズといえば黒いチューリップね、ブラックビューティーって私は呼んでるんですけど、あの真っ黒じゃないのね、ピンク寄りだったり紫寄りだったりで、それが黒っぽいっていうチューリップです。八重咲きのこれブラックヒーローっていうのね、ゴージャスです。シンプルなポールシェラ、これって下から子供が出てくるので1個植えて何個も出てくるのね。でこっちのおしゃれなパールックさん、ブラックパールックさん、はい、まあ、クイーンオブナイトとかいろいろありますけど、黒をいろいろ揃えています。はいはい、球根を植えるポイント、地植えの場合だけど、早く植えすぎない方がいいですね。球根は全部そうだけど寒さに当たらないと芽が出てきません。だから今日買って帰って植えても、まあ寒くなるってどうだろうね、年明けてから。そこまで土の中にいても水あげすぎたら腐っていくのね。なのでもう寒くなる前に土の中に入れて、で、まあ、入れた時だけはお水あげますけど、あとはもうほぼほぼ私はあげてない、自然に任せてるのね。だから早く植えて、うん、球根を腐らすんだったら寒くなる前に植えた方がいいんじゃないかと思います。じゃあ今
からだと11月末とか12月、12月もちろん、ね、球根のね、こう球根あるじゃない、中にこう玉ねぎみたいになってるじゃない、その一枚一枚がどれかのパーツになるって決まってるのよ。だから葉っぱの人、お花の人、茎の人がいて、で損傷すると腐ってくるとどこか欠けてるみたいな感じ。なんか思い当たる節あるんじゃないかしら。あります。